はい、こんにちははい、ということで、ザ・マッチ二2022まで、えー、残り2週間を切りまして、えー、1週間半となりました。えー、今日はですね、えー、注目のカード、勝敗予想していきたいと思います。今日の注目のカードは、えー、アンポ・ルキア選手対山田浩世選手。この試合を、えー、考察、そして勝敗予想していきたいなと思います。 アンポルキア選手は、えー、YouTube でもね、ものすごい活躍していて、えー、K1 でね、えー、飛び、飛び二段蹴りとか、えー、で KO したりですね、えー、膝蹴り、飛び膝蹴りだったり、えー、すごく殺傷能力の高い選手というイメージです。で最近も、最近は、えー、パンチも磨きがかかって、パンチでも、えー、相手を KO していてですね、えー、かなり殺傷能力の高い、 そしてえー、身長も180を超えていて、リーチがかなり長い、えー、そういうイメージの選手です。対する山田光斎選手は、えーまあ、身長的にはアンポルキア選手より低いんですけども、かなり低いんですけど、えーまあ、相手にね、先にダウンを奪われても、そこから盛り返してダウンを奪い返して、えー、KO 勝ちしたりで、えー、かなりこう気持ちの強い選手。 そういうイメージがあります。えー、青度会館所属で空手出身ということで、えー、かなり気持ちの強くて。で、打たれ強いですね。えー、そういう選手です。えー、まあ、この試合、僕の勝敗予想的には、えー、まあ、1ラウンドは、安保選手の長いリーチ、そして、あのー、すまじい殺傷能力の蹴り技、で、かなりこう、 押されると思うんですけども、山田選手。まあ、ダウン奪われる可能性もあるんじゃないかなと思うんですけども、持ち前の打たれ強さと、気持ちの強さで、徐々に盛り返してですね。私の予想では、2ラウンド、山田選手が、こう、攻め疲れを見せた安保選手えに、フックですね。パンチを決めて、2ラウンドで、KO 勝ち、するんじゃないかなとえ予想したり。 思いま,すまあただ安保選手の殺傷能力とんでもないので、えー、この試合、えー、すさまじい試合になるんじゃないかなと、えー、そういうふうに思います、えー、天心選手対武尊選手、えー、野茂選手対海斗、えー、選手とか、えー、すごいカードもたくさんあるんですけどこの安保ルキア選手対、えー、山田光世選手の試合、えー、ザ・マッチの中でもかなり、あのー、面白くなる。 すごい試合になるんじゃないかなと僕は注目しております。えー、まあね、えー、いろいろザマッチ、フジテレビの放送中止だったり、えー、まあいろいろ放送中止とかあるんですけども、まあもうここまで来たらね、えー、皆さんで、えー、ポジティブに、えー、ザマッチを盛り上げて、えー、そして当日まで、 えー、ワクワクしながら待ってですね、当日はもう格闘技ファン、僕もきっとペーパービューで見ると思います。えー、盛り上げてですね、えー、最高の、えー、大会にしていければいいんじゃないかなと、そう思います。えー、ザ・マッチまで残り1週間半ということで、楽しみにみんなで語り合っていきましょう。今日はありがとうございました。